今日の到着、のアマゾンからの到着の荷物です。ファイファインの、荷物ですね。よいしょ。開封します。取扱説明書と、お客様サポート、こういう格好ですね。ちゃんと日本語パッケージになってますね。じゃあ、しょう。はい。あ、こっちだ。あ、これは、このタッチ。で、重いね。はい、これはですね、iPhone につなぐハブですね。LAN ポートもあるので、いつもはこれでネットワークケーブルをつなぎまして、速度測定とかに使ってます。iPhone 格安の、これはカメラアダプターですね。ここが USB ポートになってます。つなぎますね。よいしょ。で、これをですね、今から、撮影中の、これですね、つなぎます。よいしょ。どっかな、今、繋いだ状態で録音しております。どうでしょうかね。おっとっと、はい、iPhone に、USB カメラポート経由でこの、FiFine の、コンデンサーマイクを繋いでます。今ボリュームは、まあ、中くらいでしょうか。20センチぐらい離れて今喋ってますかね。どうでしょうね。だいぶ違うんじゃないですかね。かなり
さっきちょっと、試しに再生してみたところ、ちゃんとクリアに入ってたようです。これなら、夜中に大声出さなくてもおしゃべりできるかもしれません。ライブ用とかに使われてるんでしょうかね。あのゲーム実況とか、あるいは、なんかこう朗読とか、あるいは、どっかの公演の録音とか、さまざま使えそうですが、電源いらずの USB 端子だけで接続できるというのはかなりメリットですね。ただこれだけだと 5V を消費するらしいので、 iPhone の、バッテリーが消耗すると思いますので、その際は長引くときにはカメラアダプターにライトニングの充電用端子をつけまして、モバイルバッテリーとかで充電しながら録音ということになるんでしょうね。とりあえず今日は開封と試しのお試し動画でした。現在車の中から撮ってますんで、こんな感じです。駐車場ですね。YouTuber さんが車の中からよくツイキャストがやってますけども、こういうものを使ってやってるんですかな。はい、駐車場です。駐車場です。はい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 。ナンバー落とすとさすがにまずそうだからな。これぐらいでいかがでしょうか。ここはどこでしょうかね。ちょっととあるホームセンターの駐車場に来ていました。はい、これがですね、自販機専用ということで100円でした。あったかい。